愛媛をね、日本っていうこと知らない人もいるかもしれない。徳男徳子が宣伝するってことは、あの二人には嘘がないから本当なんだなって。お集まりの皆さん、徳川徳子です。徳川徳子です。今日は真面目愛媛の PR で愛媛に来させてもらいました。俺は、徳子に誘われる形で来ました。私は徳を誘う形で来ました。愛媛のここの県庁はとにかくすごい建物なわけ。俺が作ったの。私が国の登録有形文化財になるから、後に大事に組み立てろって言った。俺はここは文化財だけど、有形文化財だけど、俺は人間国宝。私だよ。私は紫綬褒章を一番最初に日本でもらった人だよ。俺は一回断って、まだ俺は若いしそんな器じゃないからって断って、でもう一回来た時に受けた。私だよ。私はその前にもっと前に来てたけど一旦断ったの。でも断るばっかりでは次がつながらないから受けたわけ。俺だよ。俺だからこの真面目愛媛っていうのを掲げたのも俺。私、すべての根底には真面目があるから、楽しいこともすべて根底に真面目があるからできるから、真面目という言葉はちょっと陰口みたいなところあるけど、それを前面にプラスで押し出せって私が言ったんだよ。だからみんな真面目だから時間通りに来たんだよ。そう、各局が集まるわけ。その時間通りに来るのは松山空港なわけ。世界で発着もう一番時間に守る空港として松山空港が世界で1位になったわけ。俺がパイロットなの。私はパイロットも CA もやったの。俺だよ。俺が管制官もやってる。だからぴったりに来る。私は管制塔を作ったの。俺だよ。俺が管制塔を作った建設の人。私はそれの会長。その会長の親。その祖先。そのアダムとイブ。その上のリンゴ。ラチャがねえよ。もうリンゴじゃなくてみかんなんだよ。愛媛はみかんなの。愛媛はみかん。俺が全部柑橘という柑橘は全部作ったんだよ。特に瀬とかカンペは私だよ。俺は紅マドンナ。私もそう。俺。私がマドンナ。俺だよ。俺が柑橘もキウイも作ったんだよ。キウイは愛媛は生産量日本1位なの。1位だよ。それはあまり知られてないからもっと押し出せって私は知事に言ったわけ。俺だよ。俺が柑橘のことばっかり言ってるけど、キウイだって言ったんだよ。私だよ。そしてキウイはジェスプリっていうのを藤原紀香ちゃんに CM をさせたわけ。俺が後にキウイのキャラクターにはするけど、その前にやれよ紀香って言ったんだよ。私だよ。俺全部の仕掛け人は私。俺タイを泳がせたの。俺。私。謙虚にしろって言ったの。俺だよ。俺がタイといえばめでたいってなるから、みんなが愛媛の人を喜ぶから謙虚にしろって言ったの。そしてタイ飯は2つ種類があるわけ。俺じゃない私。俺が2種類各地で作るって言ったの。ぶっかけタイ飯、宇和島のね、タイの生の切り身を乗っけたぶっかけ鯛めしと、炊き込むやつの松山鯛めしあるから、生が食べれない人はそっちの松山の鯛めし、生が好きな人は宇和島の鯛めしやれって言ったの。これ最初に私がやったの。俺だよ。俺がこうやって2つに分けた手をやったの初めて。でその生で鯛めし食べられないなって言っても、でもお出汁かければちょっと火が入るぞって言ったんだよ。あ、火が入るのはまたちょっと違うんだよ、それ徳を。それまた鯛茶漬けになるの。その宇和島の鯛めしは、あの冷たいお醤油みたいな、冷たいタレを、タレというか出汁をかける。出汁っても熱い出汁じゃないの、冷たいままいくわけ。そういうのも作れよって言ったんだよ。俺が
鯛めしもいろいろあるけれどもね、郷土料理もいっぱいあるから。弱点は私おじ、弱点はおじだよ。醤油も塩もかけなくてももともとの味を強めに作れよって言うんだよ。ジャリジャリした歯の骨も入ってるハランボ、これ全部じゃこ天。練り製品は愛媛で全部売り出せって言ったんだよ。おで、おでが全部練ってんの。私がその後ろから練ってんの。それで映画ゴーストも作ったんだよね。私だよ。おでだよ。おーまーい。これ私が歌ってんだよ。おでよ。おで。私。だからみきゃんは私。みきゃんは俺が書いたんだよ。私が犬とみかんを掛け合わせろって言ったの最初に。おいでよ。おでが愛媛の方言でやけんってあるから、でみかんとやけんもかけて、犬もかけてみきゃんでやれてたで、県庁にもでっかいみきゃん立てろって言ったの。立てろって言ったんだよ。ベニヤでいいからやれって言ったの。やれてたんだよ俺が。あと愛媛何、愛媛であと言ってほしいことある？PR で言ってほしいことある？俺は全部やってんだから。私がやってんのよ。あ、もう視力が悪くてさっぱり見え。俺もこれレンズが入ってないのよ。あ、結構言ってる。道後温泉もな。道後温泉もそう。日本最古の湯、伊予灘物語、これは昨年12月にラストランしたけど、また春にリニューアルでね、あそこに戻って、そうなの、ここに立つの。立ち位置っていうのは私が決めたんだよ。おでよ、おでがここに、ここにシールを貼っとけば自然と人が引き寄せられるから、そこに立つから、ここに立つって言ったの。そして伊予灘物語は春からまたリニューアルで、うん、海を見ながらのこういうなんていうの、ロングシートもあるし、うん、カウンター席もあるし、そういうのをやれって言ったんですよ。俺がそういう愛媛のいい景色を見せてやれって言ったの。もったいぶるなって言ったんだよ。私だよ。で道後温泉も蜷川に言ったの。言ったの。蜷川美香に、蜷川ちょっとおいでって言ったんですよ。俺がこうやって人を呼んだんだ、初めて。私がこうやったの、最初にこのジェスチャーをやったら人は向こう行ったの。行くぞって言ったんだよ。蜷川美香ちょっとおい、蜷川美香の色彩は素晴らしいから道後温泉のところでやってって言ったんだよ。飛鳥の湯の前のこの地面を色とりどりの極彩色でやれって言ったの。おで、でこれも私が言ったわけ。おで、あのおでがパネルとかこういうあの床に敷いてるものは全部私。おで、ここをレッドカーペットにしたの。おで、私いつか徳男と徳子が PR 氏にここ降りてくるから、ここやれって言ったんだよ。そしたらここ歩くときにちょっと気持ちがクッと引き締まるから、県庁来る人もみんなそうなるから、なるから赤いシートやれって言ったの。上から降りてきたら取りやすいからやれって言ったの。すごい全曲が揃ってるわけ。愛媛の曲という曲が来てるんだよ今日は。ケーブルテレビも来てるんだよ。新浜のハートネットワーク、ハートネットワークも来てるんだ。来てんの、アイテレビ、テレビ愛媛、南海放送、愛媛朝日、NHK も来てるの。NHK はなかなかこういうの普通は来ないよ。でも来たわけ。さ、俺が NHK どこにいる？あ、NHK さ。俺がカムカムエビリバディを作ったんだ。私だよ。朝ドラというシリーズを私が作ったの。で朝の15分、みんなそこは。いろんなほっこり感動ドラマを見て朝スタートさせたいからやれてたんだ。愛媛のやれてたんだよ俺も。30分1時間では長いし家事もできないし、うんうん、いろいろとやれないから15分っていうのが一番いいって私が提案したわけ。で毎日やれよってさ、土日はもういいから再あの総集編再放送、うん、土曜日はもうまとめて1週間分やるから、8時にワクワクした気持ちの人は7時45分から BS で見ろって言ったの。そして昼の12時45分から再放送があるから、うん、昼なんです出てる人は
タレントさんは NHK の朝ドラは出れないんだよって私がもう各局に言ったの。言った。かぶるから時間が、うん、これは永遠と続くよ誰かが止めないと。そう、止めるっていうことは大事だけど、うん、自分たちで止めるっていうことも大事なわけね、うん、でも愛媛っていうのは本当にその真面目愛媛というコンセプトを掲げてずっと取り組んでるわけ、うん、でそれを越智正人って人がプロデュースしたわけ、うん、越智さんちょっとおいでって言ったの。俺がちょっと越智ちょっとおいでって言ったので愛媛には越智という名前が結構あるんだよ。いっぱいいるから越智ちょっと来てって言ったらいっぱい越智が来たんだけど俺はその中で正人を見つけたの。私はスーパーフライの子ちょっと呼んだわけ。志保が来たの。そうで志保じゃなかったの、うん、私がだから越智志保と名前つけた。越智正人の下名前は全部私が決めてるわけ。越智はもともとある志保ってつけたの。そう、おじで私だよ。でも歌う時はスーパーフライで行けって言ったんだよ。歌唱力があるから。とにかく愛媛をもっと全国に発信したいという、うん、魅力たっぷりの町、これを私たちが今日は宣伝舞台となって皆さんに PR したいということで来させてもらいました、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。